こんにちは、FC 岐阜背番号16番、富樫裕太です。選手の日常ということで、僕の日常を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。だいぶ、もう車内真っ暗ですけど、これから空港の方に行きたいと思います。宮崎の方で約2週間近くキャンプしてたので、その間は奥さんと子供は、実家の方に帰ってもらってて、で、そのお迎えを今、行きたいと思います。まずは安全第一で行きます。空港到着しました。これから3週間ぶりですね、子供と奥さんに会いに行こうと思います。キャンプ前は寝返りできなかったんですけど、もう寝返りできるって言ってるんで、ちょっと見に行きたいなと思います。まあ空港なんでちょっとコロナも怖いんで、短時間とはいえちゃんとマスクもつけて、あとこれですね、アルコール消毒、これもちゃんと持って対策万全で今から行っていきたいと思います。大きくなってます。3週間ぶりに近い、大きくなってるね。だろう。おはようございます。おはようございます。では今からお着替えをしたいと思います。お着替えをしています。どうですか？お着替えの感想は？何のお着替えですか？パジャマからお着替えです。あらら、どこ行くの？どこ行くの？帰ってきて。はい、こっち帰ってきて。お着替えは大苦戦です。こっち見て、何してんの。はい、それでは朝ごはんを食べていきたいと思います。なんで笑ってんの。朝は全然食べれないんで、このもうご飯と納豆と味噌汁ともずくと、もずくはよく沖縄産のもずくを実家の方が送ってくれるんですけど、今日はこのスーパーに売ってる普通のもずくと、あと今年からサプリを取ろうとして、チームメイトの船津選手がこれだけは取っとけよってなんかめちゃめちゃイキりながら教えてくれたんで、ちょっと取ってみようかなと思って、ミネビタミンと鉄と亜鉛、これは取ってます。こんな感じで食べていきたいと思います。いただきます。今日は午後から練習なんで、これから近所のスーパーにお買い物に行きます。お買い物って言っても僕が何か買うとか決めるわけじゃないんですけど、荷物持ちとしてついていきます。以上です。はい、これからお昼ご飯を食べます。練習前なのでちょっと少なめに食べます。それではいただきます。今から練習に行きたいと思います。今日は午後から練習なんでちょっとゆっくりなんですけど、移動中は基本この朝入れたコーヒーを持って練習に向かって、このタンブラーは琉球の時お世話になってた、今鹿児島にいる田辺圭介選手が結婚祝いでくれたものなんで、今でも大切に愛用して使ってます。それでは安全運転で行きたいと思います。焼肉をします。今はコロナで外でご飯が食べれないので、
結構お家で豪華に焼肉をしています。以上です。